はい、皆さんこんにちは。今回は仮面ライダーガブですね。ごちそう楽しいですね。これまでゲットしたごちそうをね、ちょっとこちらメゾンごちそうの方に入れてあるのと、さらにこちらですね、デラックスライダーごちそうセット01、こちらもね開封して、こちらの連動のね音声もね確認していきたいと思います。でこちら見ますと、これいいですよね。お菓子の袋みたいなんですよね。でこちらの方確認すると、一番上がザクザクチップスごちぞう、そして真ん中がふわまろごちぞう、そして一番下がガッチャードごちぞうですね。いいですね。じゃあ早速こちらも開封していきますよ。こちら一つ一つね分離はできないですね。切り込み線入ってないので、じゃあいっぺんに開封、ちょっと開けるのもったいないですけど、いきます。いいよ、どうだ、よいしょ、ガッチャード、そしてふわまろごちぞう、そしてこちらザクザクチップス、いいですね。ではこちらの3つもこのメゾンごちぞうに投入していきましょう。よし、ではメゾンごちぞうから出していきますよ。ゴー、おー出てきましたね。よいしょ、最初に出てきたのはこちらふわまろごちぞう、そしてマジェードとブレイドと、あ、クーがレジェンド系がね一気に出てきましたね、3つ。ではふわまろからいきますよ。まず開けて、よいしょ、セットいきます。おー、マシュマロでしたね。いいとマシュマロ、いきます、変身。おー、いいですね、ふわまろふわふわでしたね。さらに必殺技もいきます。おー、ふわまろフィニッシュ、いいですね。じゃあ次はマジェードですね。レジェンドライダー、いきます、変身。あれビルド、あれなぜかビルドになった、おかしいな。もう一回いきます。いや偶然とはいえビルドのね音声聞けたのは良かったな。じゃあもう一回気を取り直していきます。いきます、変身。いやいいですね。これ変身音声喋ってるのがめちゃくちゃ可愛いですよね。では必殺技も、マジード強い、マジード強い、わーいいな。では次はねブレイドですね。よいしょ、いきます、変身。あいいですねブレイド、あーこれ好きだな、いいですね。またいきます、必殺技ですね。あレジェンド系は強いなのかな。では次はクーガですね。
いきます。いやー、いいですね。クーガー強いも聞きましょうか。いやー、やっぱり変身ベルト多分めちゃくちゃいいな。いや、まだねこちら入ってるのでね、次のやつを出しますよ。おお、いっぱい出てきた。おうおうおう、これいっぱい出てきた。どれからにしようかな。こちらからですね、パンチングミと、ポッピン、あ、ジューシーステーツ、ポッピングミですね。そしてこれがキッチングミか、キッチングミ。あとはよいしょ、ラムネかな。ラムネとキャンディーと、よいしょ、ザクザクチップス。こちらがおバッファ来ましたね。バッファと、あ、先ほどのねガッチャードですね。そしておいしょおいしょ、ヒリヒリチップス、いいですね。こちらいきますよ。ではパンチング海ですね。よいしょ、海、いいですね。いきます、変身。パンチング海ですね。さらに必殺技、おーですね、パンチング海パンチでしたね。そして次はポッピン重視、ポッピング海か、ポッピング海ですね。変身、あ、いいですね、やっぱり。もう一回必殺技、いポッピングにフィニッシュ、いいですね。そしてキッチングミ、います、キッチングミ必殺技はキックになるのかな。ああ、ですね、やっぱキークになりましたね。じゃあ今度はねフォームチェンジになるのかな。ラムネいきます。ヒートラムネ、いきますよ、変身。ラムネラムネ面白い。さらに必殺技、いなんて言ったのかな、ラムネラムネチョップだったのかな。これ必殺技も結構いろんな音声ありますね。では次はこちらブルキャンゴチゾーですね。キャンディー、ヒートキャンディー、いきます。
おーいですね。バギー召喚でしたね、これで。さらに。ですね、次はね、こう先ほど開封したこのザクザクチップスですね。よいしょ。スナックビートスナック、いきます、変身。ですね、ザクザクチップス、ザクザク、さらに必殺技もいきますよ。いきます、ザクザクチップスフィニッシュ。いいですね。今度バッファーですね。よいしょ、ライダー、レジェンドライダー、いきます、変身。おー、いいですね。レディーファイトの後のね、毒々しい音も口でね、言ってるのはいいですね。さらに必殺技強いかな。行きましょう。あー、いいですね。強い。ちょっと中毒性があるな。はい、次はね、ガッチャードですね。こちらも先ほど開封したやつですね。いきます、よいしょ、レジェンドライダー、いきますよ、変身。いいなこれ。もう一回じゃあ必殺技、次もね必殺技いきます、ガッチャーだ、強いでした。じゃあ最後ですね、ヒリヒリチップス、ヒートスナック、よし、変身。のーヒリヒリチップス、いいですね。そして必殺技、いいですね、ヒリヒリチップスファイヤー。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、仮面ライダーガブのね、ご地蔵シリーズですね、一気に今持ってるやつをね、連動性確認していきました。めちゃくちゃご地蔵いいですね。音声がね、すごく多彩で可愛いのとね、必殺技音声も最終的にね、フィニッシュだったりキックやパンチやね、ファイヤーとかね、すごく多彩な音声が出るのがね、いいのと、あとはね、このレジェンド系のね、ご地蔵のね、音声がめちゃくちゃいいんですよね。こちらちょっとね、やっぱり集めていきたいなと思います。では次の動画もよろしくお願いします。バイバーイ。チャンネル登録やグッドボタンもぜひよろしくお願いします。